松本模型とは、日本の鉄道模型メーカー、模型店、京都府京都市上京区に所在する、主に16番ゲージ鉄道模型の車両を扱う模型小売店でもある。創業者の松本商事は、戦前の科学と模型に、鉄道模型記事を執筆し、代表作であるパシフィック207は、電動併用ライブスティームで、昭和10年子供の科学展覧会において、 特選を取ったほどの技量を持つ模型人であった。その第二次世界大戦前から戦後にかけて制作した3 5ト、mm、ルゲージの蒸気機関車、電気機関車の模型の一部は店内に展示されている。阪急電車、大気南海、京阪など、関西私鉄の明治期から昭和初期の電車、鉄道省時代の木造客車、京都市電など、 他では製品化されない時代の車両を特製品として製造・販売している。また、一部キットも供給している。かつて販売された16番ゲージの C62 のライブスチームモデルは不可能と考えられていた小ささで動力化を実現し、ギネスブックにも掲載された。2006年に2代目店主の松本明が病気で急性。 特製品の製造が不能になり、親族が経営を継続している。京都市上京区寺町通り、今出川上がる1969年東京に、支店を構えていた。松沢昭治作品集、鉄道模型趣味ナン、no. バー331、40ページ、鉄道模型趣味ナン、no. バー344,70ページ、広告、鉄道模型趣味1969年9月号。 ありがとうございます。